Hi This is 忘れられた島に一人で生きる女性カリフォルニアの沖に小さな島が8つありますそのうちの1つサン・ニコラス島この島にかつてネイティブアメリカンのニコロノ族が住んでいましたニコロノ族はその島に1万年も前から住んでいたとされています1814年 ロシアの船が島に到着し、ロシア人とネイティブアメリカンによって、狩猟の協定が結ばれました。ところが、何かの間違いで、ロシア人がネイティブアメリカンを殺害し、その島にいた大半のネイティブアメリカンを殺してしまったという歴史があります。しかしこれは記録に残っていないので、実際のところはわからないんですが、 その年の前後、その島に住んでいたニコノロ族の大半は、まあ亡くなってしまって激減していたということは事実としてあるようです。それから二十数年、1835年にアメリカの宣教師たちが、そのサン・ニコラス島に住んでいるニコノロ,ロ族が、まあ残っていたら、生き残りがいれば助けてあげようという動きがありました。 それで、宣教師たちの指示を受けて、一隻の船がカリフォルニアを出て、サンニコラス島に到着しました。まあ、すぐに到着するんですけれどもで、調査するために到着したんですけれども、当時、ニコロノ族が二十数名生きていたそうです。それで、そのサンニコラス島のすぐ近くにサンタバーバラ島っていう島がありまして、そのサンタバーバラ島は栄えていたので、そこに移住しませんかということで、 二十数名は分かりましたということで、すぐ近くのサンタバーバラ島に移住したんです。ところが、サンニコラス島には当時、たった一人女性が取り残されていたんです。それからまた20年ほど経って、1853年、一隻の船がサンニコラス島に到着します。実は、その年に目撃情報があったんです。サンニコラス島の近くで釣りをしていたら、 島かから何か煙が上が上るのを見たと。もしや誰か島に残っているんではないかということで調査に訪れたんですねカリフォルニアを出てすぐ到着するんですけれどもでサンニコラス島に行くと砂浜に裸足の足跡がありましたびっくりしたんですね船に乗っていた人たちはみんなブーツを履いていたのでこれは自分たちの足跡ではないとそれでその足跡を追って辿っていきました その足跡をたどっていくと、なんと、アザラシの脂身を細かく切って、天日干しにしていたのを見たんです。あの、綺麗に並べられてあったそうです。それで、あ、やっぱり人がいると思って、さらに足跡をたどっていくと、今度はクジラの骨で作られた小さ,小さな小さな小屋を発見したんです。小屋は小さな狭い入り口がありました。で、その入り口を覗くと、女性が一人で、 食事の用意をしていたそうです。まあ、準備してたんですね。それで、通常先住民族はいきなり外部から人が来ると驚くはずなんですが、女性は笑顔を見せて、一緒に食べませんかという手振り、身振りをしたそうなんですね。で、女性の言葉は全くわからない、通じない言葉だったそうです。で船の乗組員は身振り手振りで彼女に、船に乗ってこの島を出ようと、まあ、伝えたんです。すると、 彼女は特に疑うこともせず、すんなり受け入れて、一緒に後ろをついてきたそうなんですね。で、そのまんま船に乗って、まあ、すぐ近くのサンタバーバラ島に行きました。で、そこには20年ほど前に、すでにサンニコラス島から移住してきた先住民族がいたので、彼らを呼び寄せて、もしかしたら彼女の言葉を理解するかもしれないということで、話をしてもらったんですけれども、先住民族、ネイティブアメリカン、誰一人、 彼女の言葉を理解する人はいませんでした。言葉は通じなかったんですが、彼女はほがらかにいつも笑顔で、まあ、白人の女性たちが作ってくる料理も一緒に食べて、まあ、ダンスも一緒にするなど、まあ、すごく溶け込んで人気があったそうなんですね。ところが、このサンタバーバラ島について、わずか7週間後、彼女は亡くなってしまったんです。急に腹痛を訴えて、 ま、死んでいったんですけれども、きっと白人の食べ物などが合わなかったのか、え、それとも、何らかの、まあ、ウイルスにやられたのかわからないんですが、彼女は移住して7週間で亡くなってしまいました。で、その亡くなる直前に宣教師が彼女に、え、新しい名前を付けてあげたんです。それが、ホアナ・マリアです。忘れられた島、え、一人っきりで生きていたホアナ・マリア、 その時の画像がこの画像だと言われています。たった一人で生きていた彼女、最後はホアナマリアという名前を付けてもらって、みんなに見とられながら亡くなりました。1853年10月19日に永眠いたしました。その後、アメリカの作家によって彼女の本が出来上がります。今でもその本はアメリカの小学生が読むべき本だと、 学校の推薦図書となっています。まあ、すごくいい本なんですが、日本語に訳されています。日本語で青いイルカの島。英語では Island of the Blue Dolphin なんですが、まあ、アメリカの小学校がまあおすすめする推薦図書です。まあ、すごく読みやすくて、さらに冒険ものなんですね。一つ一つの暮らしを丁寧に一人で切り開いていく。 すごくいい本なので、まあ、おすすめしますで、まあ、作者の創作の部分もありますマリアは言葉が通じなかったので、まあ、どうやって島で生活してたのかがわからない部分があって、まあ、しかしその生き生きとした物語に引き込まれていきます、まあ、物語では12歳の少女が島で生き抜いていくっていう物語なんですがその島には掟があって 女は武器を作ってはいけないという掟です。しかし一人で生きなければいけない。それで男たちが武器を作っていたのを思い出して彼女なりに武器を作って、まあ、島は野生化した動物もいて危険なので、それで戦っていったり、あるいは小さな魚を拾ってきて、まあ釣ってきて、それに火を灯せば夜のランプになるんですね。 そんな創意工夫。そうやって何もないところから一人で一つ一つ生きていくんですね。まあ暮らしを作っていく。まあそういうところ、陶器大好きなんで、も、ま、う、あ、おすすめします。昔家泣き少女だったかなそれを読んだ時に、その少女が落ちていたブリキの缶を拾って石で叩いてスプーンを作る描写があったんですね。フォークは木の枝を削って作れるんだけれども、 このスプーンは大変なんですってそのブリキの缶をガンガン、まあ、石とかで叩いて平らにして作るのが大変っていう描写があって、まあ、そういう創意工夫が好きなので、まあ、そういったところでおすすめします強く生きていく、まあ、元気をもらえる作品なので、まあ、ぜひ読んでいただけたらと思いますサンニコラス島でたった一人生きていたホアナマリアについてお伝えしました もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは、おやすみなさい。